はい、スタート。言われなきゃいけないんだよ、マジムカつくって。つか顔が見えなきゃ名前がわかんなきゃ言いたい放題かって。誹謗中傷バリ雑言、ちょっと待てよ俺ももう限界。喧嘩上等結果炎上、なんかまだ言いたいなら言ってみな。一体全体大体お前が俺の何を知ってんだ。一体全体大体お前の言ってること間違ってんだ。完璧なアイテムを装備、抜かりのない攻撃で勝利。正しいのは俺に文句なんて100万年早いぜ。何やってるんだろう、真夜中一人で。どっからどう見ても完全ヤバいやつだ。全然嬉しくない、こんなの幸せじゃない。なんか忘れてないか。目を覚ませ、今こそ愛を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 思い出せ。胸に太陽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 掲げ。本当はもう分かってるだろう。正解は愛愛愛で解けない問題なんてこの世にはないんだぜ。勘違いしてね、誰かなんか言った方がよくね。大きなお世話とか言ってんじゃねえ。そういう態度はなんつうかちょっとね、手な空気が充満、言葉の銃弾、いつの間にか俺も勝たん。いいのか、いいわけねえだろ、それこそ奴らの思うツボだろ。右向け右、左向いてる奴は並べてビンタ。この指止まれ、止まらない奴は晒して叩いて吊るし上げ。反対意見を排除、少数派まとめて退場。それが、それこそが繰り返される悲劇の連鎖。そうだろ、どんな時代でも誰の中にも奴らは現れて争いに誘い込むんだ。歴史の教科書は一体何のため、踊らされる前に踊れ。今こそ愛を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 見かけ。声を大に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 叫べ。本当はみんな気づいてるはずだろう。最強の愛愛愛を超える力なんてこの世にはないんだぜ。
ダメでしょこれ。これじゃダメでしょ。いやありでしょ。一回もダメだった。一回もダメだった。どういうこと。一回もダメだった。